さあ、それではお待たせいたしました。まず初めのステージは兵庫県立神戸すずらん台高等学校和太鼓部男組の皆さんの登場です。男組の皆さんは地域の方々との交流、地域の活性化への貢献を目的として和太鼓演奏によるボランティア活動を行っておられます。ここ幸せの村でもこの夏祭り幸せニューイヤーマラソンにも出演をいただいています。さあ、それでは男組の皆さんの演奏で夏祭りを盛り上げていただきましょう。皆様どうぞ拍手をお願いいたします。Thank you.
ありがとうございます。皆さんこんにちは。私たちは神戸すずらん台高校和太鼓部男組です。先ほど演奏しました曲は屋台囃子という曲です。この曲は日本三大夜祭りの一つ、埼玉県の秩父夜祭りで演奏される屋台囃子です。地面に座って足で太鼓を抱えた体勢で腹筋を使いながら叩くので体力を必要とする演奏曲です。また後ろにある小さい太鼓は締め太鼓と言いますが、この締め太鼓で玉を転がしたように細かいリズムを打ち込む場面もあります。続きまして演奏します曲はワンという曲です。この曲は私たちの大先輩である男組の初代メンバーが作曲したオリジナル曲です。さまざまな技を組み合わせた曲で、現在身につけている演奏技術の最終大成です。作曲した初代メンバー曰く、技にこだわった最高傑作、どうぞご覧ください。ありがとうございます。続きまして演奏します曲は
鞍馬の日という曲です。この曲は京都市の北部鞍馬山のふもとにある雪神社で行われる鞍馬の日祭りをイメージして作られた曲です。祭礼祭領という勇ましい掛け声とリズムの掛け合いで激しさを楽しく表現します。どうぞご覧ください。ありがとうございます。続きまして演奏します曲は10という曲です。
この曲は神戸すずらん台高校が誕生して10年目という節目の時に10回生の男組メンバーが作った曲です。曲のタイトル天には天まで届くほどの高い向上心を持ち続けたいという思いと、創立10年目に10回生が作曲したので英語で数字の10を意味する天という言葉が重ねられています。生き生きとした躍動感あふれる曲です。どうぞお楽しみください。先ほどと変わりまして MC を務めさせていただきます、2年の須藤と菅原です。よろしくお願いします。続きまして演奏します曲はバチ太鼓という曲です。
今から約1000年前、源頼光が帝の命令を受け、反逆者を討つために多くの部下を連れて京の都を出発しました。参道を進む途中、激しい雷雨に遭い、雨宿りしたのが現在の京都府船井郡和知町の藤森神社でした。雨も上がり、いざ出陣の時、村人たちが兵士の士気を鼓舞するために打ち鳴らしたのが和知太鼓の始まりです。どうぞお聞きください。演奏します曲は宇治川太鼓という曲です。京都宇治で繰り広げられた宇治川の合戦、平家物語にも登場する有名な合戦です。その合戦を題材として、歴史の流れを川の流れにイメージして太鼓で表現したものです。打ち手が自分の右側にある太鼓、左側にある太鼓の両方を打ち交わすなど、珍しい打法を取り入れた演奏曲です。どうぞお聞きください。
ありがとうございます。最後に演奏します曲はランという曲です。この曲のタイトルは走るという漢字に楽しいという漢字をつけてせーのランと読みます。皆さんは沖縄のエイサーをご存知でしょうか。沖縄の伝統的な盆踊りで大きな太鼓を抱えてその太鼓を打ちながら踊るとても勇壮なものです。このランという曲はその沖縄のエイサーを和太鼓の演奏にアレンジしたものです。爽快でエネルギッシュな演目です。どうぞお楽しみください。迫力のある演奏でした。改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。